写真拡大。阪神のドラフト1位西純也投手18走滋学園が20日岡山市役所を表敬訪問し、大森正雄市長65にプロ入りの報告をした。同市出身で今年女子ゴルフ界で一躍脚光を浴びた渋野日向子にはスーパースターと敬意を表し、将来は渋野級のフィーバーを巻き起こすほどの大活躍を目標に掲げた。渋野さんが今年すごい活躍をされて、テレビとかもよく出てますけど、自分もいずれはああいった人になれるように頑張りたい。実際に面識があるわけではないが、テレビを通して何度も姿を見てきた。夕方のニュースを見ていたら、一日所長をされたりしていた。本当にすごい。渋野は全英女子オープン優勝など輝かしい実績を挙げ、ゴルフファンだけでなく日本中の人から認知される存在になった。西純も野球で大いに存在感を発揮し、誰からも認知される選手を目指す。自分が野球をやっていく中でいろいろな人に夢を与えられるような元気を与えられるプレーができたら、そこに関しては自分も野球になかなか興味がない方や見ることがない方からも知られるように頑張りたい。来季4月28日には倉敷マスカットスタジアムで DeNA 戦が行われる。高校時代、喜びも悔しさも味わった球場での凱旋登板も期待されるが、何年後かにまた岡山で投げている姿を見てもらえたらと焦りはない。渋野はプレー中に見せる渋野スマイルが代名詞だが、自分も笑顔で、と西純スマイルを披露するつもり。大きな夢に向かってまっすぐ突き進んでいく。